DeNA vs ロッテ引き分け、ドラ1渡来さん大活躍。オープン戦 DeNA がロッテに2対2で引き分け、ドラフト1渡来隆起が癒しが一番右翼で先発出場し、本拠地横浜スタジアムで行われた今季初のオープン戦で初物尽くしの活躍を見せた。初回2塁内野安打でハマスタ初安打をマーク。続くオースティンの打席の2球目に盗塁に成功し好機を拡大。佐野の敵地二塁打で先取点となるホームを踏んだ。5回には敵地二塁打でオープン戦初打点もマーク。仲良く引き分けか。今日はルーキーが良かったね。今日で林と森の立場が入れ替わったわ。まあルーキーと森くんの活躍が見られて楽しい試合だった。4安打でしかもそのうち2本が渡来ってなんだよ。渡来が天才なんだから仕方ない。本物やコンタクト力が他とは違う。渡来いいね。早速ハマスタで見せた。盗塁も決めて、これはスーパーカートリオの渡来。中日とロッテにトレミヨガシにヒットを打つま。渡来この前も盗塁決めてたけど、20盗塁ぐらいコンスタントにできるといいんだけどな。とりあえず渡来は最低限の数字は残せそうだわ。盗塁もセンス抜群かよ。一番の出塁率350は維持してほしいな。森と渡来の並びはワクワクしかないな。渡来の打球が想定の 1.3 倍伸びてたパワーあるわ。開幕スタメンがほぼ確定してるのは嬉しくもあるな。渡来はうるさい以外文句ない。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。